mercy. ハードコアトローシェーン、ジュニアリケンです。洋服です。これね、なんかみんなこんな、なんかぐったりしてるけど、まあ理由があってね、ちゃんと無事コミックマーケットの新譜のね、入庫が終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。なので気が抜けてるというか。そうですね。もう覇気がない。無事ね、皆さんに新作をね、お届けできそうですといった感じで、まあ、せっかくね、新作できたので、それについて語っていきましょうか。じゃあまずは、ハードコア楽しいの新譜の一つ目、ハーモノイズ2について。これは、ボーカル曲だけを収録したシーンになってまして、全10曲で。じゃあ今回ね、その、自分で歌うっていう曲が結構多いんでね。そうですね。なんか、真似されてますね。確かに、ね、自分で歌うと言ったら代表曲なんか、いろいろ、便乗したかというか、パイオニア。歌ってみた。楽しいダブルのアンセムをね、はい、ノリケンにお願いしたやつも自分で歌ってもらってっていう。ハーモノイズ2にもこちらが収録される感じで。はい、なっております。ですよ。まあそれいろいろ自分で歌ってるって言ったけど、やっぱ個人的にすごい気になったのがね、はい、ゲッティが自分で歌っているっていうね。どうしたってどうしたと思って。ひげつだって。何があったちょっと聞きたいよね。ここの場に本人がいないけど、急にじゃああれが上がってきて。で、マスタリング担当だからね。そうなんですよ。もう全部いい曲なんですけど、とにかくちょっと印象というか、インパクトは半端なかったですよ、ゲッティが。そうだね。なんか自分で歌おうっていう感じのキャラじゃないって勝手に思ったから。そう、俺もそう思ったんですよ。心境を聞きたいね。コメントとかでもしかしたらつけてくれるかもしれない。本人呼びやって話したけど、ね。いや、そうです。で今回ね、他にもいろんなね、ボーカリストの方もね、参加してもらっておりまして、ね、結構 MC 参加も多いよね。そうですね。今回あの僕も東北の MC のし君にはいはいはいお願いしまして、去年か結構東北行く機会ありまして、一緒にやろうよって話になって、今回ちょっとぜひぜひって感じでコラボ実現しました。どれもね、かっこいいボーカル曲に仕上がってるので、そうですね。ぜひぜひ聴いてほしいですね。次はスピードボールスーパーについて。はい、4年ぶりにスピードボールシリーズが出ます。復活です。復活の S S 4年ぶり、なんで4年間出なかったんですか。ちょっと、はい、複雑な事情がありまして、何待ってたんですけど。ずっと待ってた。はい、じゃあ出せてよかったっていうことで、まあすごいざっくり言うと、ハードパターンショーの中でもガバとかスピードコアとか、うん、そういった感じの曲を作る人っていうのがやっぱね、こう UK ハードコアというか見て比率がね、だん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 こう UK 勢が、まあそうですね、ちょっと大きくなってったから、ね、なのでちょっとスピードボールシリーズがね、まあちょっと出しにくくなっちゃったかなっていうのがあるかもしれないね。そこに来て、DJ 明介ですよ。もう黙ってらんねえぞと。何やねんって。何が弱まってんじゃんって話で。おハードコアってこうだろうみたいなね。やっちゃうぞってことしか。激しい CD 出そうよってね。やるじゃないですか。こういうのは、まあスピードボールじゃねえかと。あれしかねえぞと。やった結果。衝撃の結果。それは、まあ実物を聞いての、お楽しみ的な。解説っか。お全曲。長くなんない。めっちゃ長くなんない。で今回そのね、DJ 明介の新曲の曲名がメガトンキックって、これどっかで見たことある名前だと思って。そうです。1月12日にローンチイベント、タイトルと同じですね。なんで？パクった。パクった。コンセプトテーマ的な。コンセプトテーマ、そうですね。まあ1曲目が自分の曲、メガトンキック。これは今であるイベントのタイトルと同じわけですけれども、今後の楽しいハードをまあやっていくぞっていうね、意気込みとかも込めて、割とこう激しめな、まさにこうキックがいかつい感じの、メガトンしてる。メガトンしてる感じで、まあ、早めで、こう、オラついたメロディー。いい感じ。いい感じで。2曲目は、ほんとかな。ウサオのフレンチコアということでね、ウサオらしいフレンチコアになって。だからその感じだったら、なんとからしい、誰々らしい曲になってって、自分に返す言うだけやっちゃうじゃん。やばいな、なんでグラム謎の男が依頼したら勝手にいた。うん、なんかやるわ、みたいな感じでね、レクイエムな。今回レクイエムなんだ。レクイエム側ハードコア。レクイエムハードコア。うん、最軽、あ、最軽要素もあったな。レクイエムガバ最軽。めちゃくちゃね。あと楽しいダブルのグリーンアンセムも入ります。これ本当ダブルなんですよ。どっちもねすごい大人気で、どちらもね、うん、ぜひチェックしてください。はい、そんなねハードコア楽しいの新譜ハーモノイズ2とスピードボールスーパーですけども、コミックマーケット95で発行いたします。ブースの方が日曜日の東 C の06AB DJ 元気 .net と合体でやります。お待ちします。あとは楽しいストアの方でももう予約の方を受け付けておりまして、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひぜひ確
100万枚予約してください。ミリオン、ミリオン、確かにミリオンヒットだもん、これで。ただミリオンヒットレコ帯取るんじゃないですか。レコ帯で、あとコミケといえば2人も、はい、コミケ参加するわけでしょ。そうですね、します。自分の方はスケッチアップレコーディングスで、はいはい、ゾディアックス EP というのを出します。星座モチーフの曲をなんかいっぱい作ってるんですけど、これの EP が出ます、はいはいはい、で全部あのサイケ系のやつをモチーフにしてまして、去年か、うん、SD 楽しい島村さんと一緒にですね、あ、はいはい、あれでお互いそのリミックスを作って臨もうって話があったんですけど、俺があの島村さんのテレポテーションのリミックスをやって、うん、で島村さんがあの楽しいシンドロームの6にあったエレクトリックにはさ、あ、はいはい、リミックスをやってくれたんですけど、今回それがついに収録ということで、これはだいぶ期待を持てて、そうですね、ちょっとぜひぜひ楽しみにしていただければ感じで、でブースは東 C の 02AB ですね、はい、金属メガネ女子同盟っていう、はい、あの女子が誰もいないサークルがあるんですけど、おじさんしかいない、おじさんしかいないサークルがそこと合体になってます。はいはい、でうちが06だからね、近いですね。そうです、すぐそばなんで、すぐそばなんで、おなめりを見通ってもらえればと思います。思います。では続いて DJ 美之助はサイコフィルスレコーズから、はい、スピードコアのコンピレーション、おあのメインシリーズの一番新しいになります。はい、ジャパニーストリームハードコアから、うん、ハードコアと他のジャンルを混ぜたコンセプトにしたコンピが出ます。え、例えばどういうジャンルが合体してるの？あのトランスをくっつけた、え、テンス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 テン、かなりフリー、フリー、フリー、俺の好きなトランス、僕トランスから入ったみたいなところあるんで、ハイバートランスとかヒメトラとか、はいはい、ヒメトラとハードコアってこと？いや、ヒメトラではない、さすがにそこまでやってない、もっとサイバートランス、はいはいはい、けどそれをね、ちょっと原点回帰という意味も込めてね、はい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 、作ってみたんですよ。どう混ざってるかはちょっと聞いてからのお楽しみだね。これはちょっと楽しみだね。ここにもあるの、ジャンル合体してんの。あとね、コマレオがチップチューンとメインストリームがすごいいい感じ。コマチンのことだからチップチューンだけじゃないっしょ。キックの種類が4、5種類ぐらい基本的に BPM は変わらないんだけど、すごい展開多くて、コマレオ節がさすがコマレオ、何作っても忙しいっていうやつはいいですね。ベースは覚えてないんで、これはこれがいいですよ。じゃあそんなわけで、はい、今回すごい熱い新譜をたくさん作ったんで、ぜひぜひ聴いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでレッドリスト以上の意見でした。どうじゃねえよ、バイバイ。おい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 、だいぶひどいこと言っちゃう。じゃあそんなわけでレッドリスト以上の意見と陽介でした。バイバイ。